タイトル、タイトル、タイトル。コマだけして。コマだけして。消した、消えた。はい、こんばんは。1月8日月曜日7時。第376回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代は朝は大変曇ってました。で今は雨に変わりましてね、今夜あたりから雪になる予報だそうです。オープニング、素敵なウクレレの音楽で始まりました。いかがでしたでしょうか。さて今日の、今晩のゲストをご紹介したいと思います。テレマチ商家でクラシックギターとウクレレ教室も主催していらっしゃいます黒田亮介さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はね、全国的に成人の日なんですけどもね、まあ、真っ白では昨日行われたようですけれども、黒田さんは成人式というと何か思い出ございますか。はい、僕の成人式の日はですね、成人式の会場でですね、引田天功さんがイリュージョン氏にいらっしゃいまして、豪華です ね、すごいですね。もう忘れられない政治式になりましたね。そうですね、それはすごいですね。はい、そんな黒田さんのですね、プロフィールを紹介させていただきたいと思います。東京都の出身でございまして、専属音楽大学の大学院を修了されました。ギターを原義信さん、鈴木大輔各氏に支持されまして、都内中心に演奏活動を行われております。去年の7月からですか、寺町商家でクラシックギターと、ウクレレ教室を開いていらっしゃいます。大学までギターをおやりになったそうなんですけども、おいくつぐらいからギターをやられたんですかね。ギター自体はですね、小学校の頃からちょっとずつ触り始めてましたね。はい、ずっとクラシックギターをやられていたわけですか。そうですね、やっぱり、高校生ぐらいになるとになと一緒にバンド組んだりなんかしてましたね。やはりギター少年の頃はね、ロックの方で走りますよね。そうですね、そうですね。さて、そんな黒田さんがギターからウクレレも教えると、何かこう、はい、きっかけというものはあったんですかね。そうですね、ギターをある程度弾けるようになってからウクレレを手にするとこうお手軽な感じ、あとは、ね、弾きやすさもあるんですけれども、持ち運びの良さ、それでいつもどこか行くにも連れていくような感じのが機会が増えまして、すごいですね。はい、本当にあの携帯と利便性を持った入門する人にとってもやりやすい楽器の感じです ね。 そ, うですね。そんなウクレレなんですけどもね、私たちのイメージというと、ウクレレ漫談や、ね、加山雄三のようなああいうハワイアンの音楽がイメージになるんですけど、実際ウクレレってどんな楽器ですかね。そうですね、もうやっぱりハワイの楽器ではあるんですけれども、もともとは、ギターと、小さいギターのようなデザインですけれども、この楽器っていうのは、今からも150年ぐらい前、生まれたのはもう明治時代に入ったぐらいですね。1879年、はい、それぐらいかな。8月23日って言われてるんですけれども、この日はウクレレの日なんて言われていて、皆さんはハワイアンってイメージですけれども、本当にどんな曲でも弾ける楽器だなと僕は思いますね。はい、ちゃんと記念日があるんですね。そうですよね。それは初めて聞きました。はい、さて、あの都会の方がですね、真っ白に来てこうレッスンするっていうのはなかなかないことなんですけども、寺町商家っていうところでやる何かきっかけはあったんですか。そうですね、私のパートナーが、松代の出身でして、松代ですね、音楽活動をしていきたいということで、そのきっかけになればというところで松代、ちょうど松代といいますと学びに力を入れてる、そうですね、学びのコンテンツの一つとしてね、ウクレレっていうのがなんかこう、できたらいいなっていうふうに思いました。今テレマチ商家の前景がね映っていきましたけど、そこでレッスンされているそうなんですけれども、さあこちらの写真がそのレッスンの風景ですね。はい、この写真はどういった写真でなんですかね。ちょうどこちらは寺町商家さんで個人レッスンをしているところですね。はい、マンツーマンのレッスンとなっております。大体何分くらいレッスンされるんですか。50分ぐらいですね。もう手取り足取り、かゆいところに手が届くレッスンをさせていただいております。そうですか。もう受ける人にはね、はい、もうありがたいですよね。なかなかね、一人でやるって大変ですもん ね。さあ、その下へ行きまして、はい、こちらは、人数がありますけれども、これはどういったレッスンですか。はい、グループのレッスンですね。はい、こちらは、
ウクレレ体験会毎月1回開催しているんですけども、そちらもこういった感じで複数の方、もうね本当に、お子さんから失念の方まで幅広い方に来ていただいてますね、はい、あ本当にあの層が広いですね、ウクレレを やらっしゃる方っていうのはです ね、 そうですね。さあ次の写真に参りましょうか。こちらはどういったところでしょうか。はい、同じく寺山翔歌さんの中にあります、七蔵というところで、コンサートをやっております。こちらは昨年の9月に行ったコンサートの写真ですね、はあ、やはりこうスタジオと違ってこう横向きのあるところっていうのは違いますか。そうですね、やっぱり響きも、ね、全然違いますし、そういうのも楽しみながら、ね、ああお客さんと一緒に、素晴らしいですね、はい、さて次ですね、次はこちらですね、ちょっと逆になりましたけれども、こちらがちょっと写真の写りが悪いんですけれども、こちらは同じ七蔵のようですけれども、はい、これは昨年12月ですね、クリスマスにやりましたクリスマスコンサートという感じですね。はい、そうですね。でその下に行きますと、女性の方もいらっしゃいますね。そうですね。こちらが、パートナーの小林涼子。大声を演奏して、大声ってまた珍しい楽器ですよね。そうですね、こういった感じで、ね、あのコンサートホールとはまた違うこの近い距離で聴けるというのはなかなかない機会だと思います、ね、それは貴重な体験ができますね、はい、さてですね、タイトルがね、今日はあの楽譜が読めなくても、好きな音楽ができる、聴けることができるということでございましてですね、はい、早速あのちょっとね実践してみたいと思うんですけどもね、どうやったら弾けるんでしょうかね。はい、じゃあこれね、ちょっと塩ちゃいただいて、はい、すいません、じゃあちょっと私のあのウクレレをちょっと出しましてですね、はい、じゃあウクレレ、はい、ちょっと構え方から ね、 ですね、一緒にやってみたいと思います、はい、はい、じゃあ左手でこの長い方、ね、根っこと言います、はい、こちら持っていただいて、はい、そしたら今度は右手で、はい、抱えるんですけれども、こう親山が2つあります、はい、下側の親山の、ね、間ちょうど谷間のところに指を添えていただいて、はい、で人差し指をこのネックの付け根あたりに添えてあげましょう、はい、ね、そしたら、親指はお顔に一番近い弦に置いていただきます、はい、はい、それができましたら親指をですね、小指に向かってじゃらーんって弾いてみたいと思います、そう、今の感じでやってみましょう、はい、じゃあ8回弾いてみます、3、はい、はい、はい、4、5、6、7、8、はい、まずね、右手の弾き方はこれだけです、はい、もうこれですね、これだけですか。そう、本当にこれだけで最初はもう簡単ですね、はい、はい、腕を大きく振って、そうですね、はい、これ右手で弾き、はい、じゃあ今度は左手を弾いてみたいと思います、はい、左手はですね、お顔から一番遠い弦ですね、一番下にある弦を、これですね、これ金属の棒フレットと言いますけど、はい、1、2、3番目のところ、はい、ここ薬指で押さえてみましょうか、はい、ここですね、はい、金属のちょっと手前がいいですかね、これですか、はい、それぐらいがいいですね、はい、はい、そうしましたら、はい、同じように右手はさっきの弾き方でいきます、はい、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、はい、いきました。今弾いていただいたのが、ウクレレで皆さんが一番最初に覚えるコード、はい、ABC の C なんですけど、 C のコードっていうのが、これが C のコードですか、はい、音が違いますね、最初と。そうですね、最初と響き変わりますね、はい、はい、では、実はこの C のコード一つでね、はい、弾ける曲があるんですね、はい、これ1本で、これ1個だけ、はい、あ、すごいですね、カエルの合唱、カエルの合唱、こちらはね、はい、C のコードだけで、はあ、そうなんですか、ぜひね、歌いながら、有名な曲ですね、そうですね、もう皆さん、もうちっちゃい子の方まで、はい、皆さんがいるんですね、はい、一緒に歌っていただけますでしょうか、はい、はい、はい、行きます、1、2、3、はい、
はい、自分で言うのもなんですけども自分で解説しちゃいますね、はい、そう、これ、これだけでまず1曲できますね。そうなんですね。こんな感じで、コードっていくつもあるんですけども、一つずつ覚えていくと、ね、弾ける曲が増えていく。ああ、そうなんですね。余興にできそうですね。そうですね、もう今の1曲で新年会の余興は終わりですね。嫌な曲が来たら帰れ帰れって感じですね、はい、ねなるほどね、あ、いいですね。そうですね、そうですね、まあ私のようなど素人でもね、こうやって弾けることができるのは本当に入門する人は簡単に入れますね。そうですね、本当にウクレレってお家にお土産であるんだけどとか、弾いてみたいんだけどきっかけがないなんて方は結構いらっしゃるんでね、この町でも本当にそういった方に多くの方に楽しんでいただいてますね。なるほどね、はい、はい、そうですね、では時間もあれなんですけど、先生ですか、何かこう最後にこれからのビジョンといいますか、あるいはこうやってみたいっていうようなことございましたら、ちょっと。そうですね、はい、松代で、ウクレレを楽しんでくださってる方がだいぶ増えてきまして、そういったところでなんかね、この町でグループを作って、サークルというか、ね、そういったところでアンサンブルをやったりなんかできたらいいななんて、花火祭りとかなんか、ね、素敵なイベントがたくさんありますから、いいですね、そういったところでね、なんかこう参加できたり、それは音楽団体がねたくさんありますから ね、本当に底辺拡大するためにもいいかと思いますね。そうですね、本当に多くの方にね知っていただきたいなっていうのがありますね。レッスンは、月何回くらいおやりになってるんですか。そうですね、週末を中心になんですけれども、月に2回から3回こちらに、来て、レッスンさせていただいております。東京とこちらの方を往復されるの大変ですね。そうでもないですね、やっぱりもう慣れてきたというか、もう印象の一部、もう真っ白は第二のふるさとといった感じです。そうですね、はい、そうですね、それではですね、まだですか、まだいいですか、まだ時間ありますかそうですか、じゃあ先生、ウクレレなんですけどね、はい、これは材質は何でできてるんですか。はい、僕が持ってるウクレレはですね、ハワイの木なんですね。ハワイアンコアっていうね、ちょっと固めの木なんですけども、ギターだとマホガニーなんていう木がよく使われるんですけれども、はい、今酒井さんがお持ちの楽器は、マホガニー。これはマホガニーですか。そうですね、こちらはそう、合板合わせた木なんですけれども、そういった材でできてまして、はい、もう全部一枚の木で切り出しているものもあれば、はい、そういう合板のものもあったり、やはりハワイアンの方が多いから、やっぱりハワイの木が材質が合うってことですかね。全然音が違うんですね、やっぱり。あ、そうですね、そう、乾いた軽い音がそうですね、日本の木ではなかなか作りにくい。そうですね、でもそれもそれで違った味があって、そういった楽器を選んでる方もいらっしゃいますね。あ、そうですか、はい、あ、分かりました。で、本当に軽くてですね、本当小さな子供からお年寄りまで本当にギターに比べると手軽にできる楽器だと思いますね。はい、はい、それではですね、じゃあ最後に、先生もう一曲じゃお願いしたいと思いますので、はい、スタンバイの方よろしくお願いします。
三田さん、はい、素晴らしい。いいね、うん、いいな。私もできそうな気がするけど、ね、手がねじりじりしちゃってダメ。あのケイナやめてグレーにしようかな。いいよ、ケイナと一緒にやればいいの、そうかな、うん、今度はやってみて。じゃあ吹きながらやるか、うん、何でも見ちゃう。素晴らしい。いやいや、これ娯楽分の力って言うんだよ。いやいや、素晴らしい、いいね、よかった、うん、うん、まあいい ね、 ね、若いのに昔もだよくね、うん、素晴らしい。そちらも素晴らしいと思った。そう、うん、まあ、一緒にやってください、ケイナと一緒に ね、 ね、はい、ということでコラボしてもらって、はい、ね、はい、今ね、増井須磨子、ね、うん、企画展というのはね、没後100年前に向けてっていう形でね、樋口家住宅でね、うん、1日からやってるですよね、はい、うん、で31日までやるのでね、ぜひまた参加して見に行っていただきたいなっていうふうに思います。で1月27日はね、うん、ギャラリートークをやるんですよね、はい、1時半からやるんでね、ぜひ参加お願いしたいと思います、はい、はい、参加理由500円っていう形でねやります、はい、それからですね、はい、これはね16日、はい、ね、閻魔大王年に一度のね御開帳っていう形でね、閻魔、うんうん、大王図をねちょっと見ていただくっていうような形でやります、はい、10時出発でね正午頃だいたい解散するよ、町歩きセンター集合なんでね、はい、そんな形で、うん、3軒回りますね、岩行寺さん、蓮城寺さん、うん、でね、うん、最後は龍泉寺さんという形です、うん、はい、ぜひご参加お願いします、はい、ぜひね、はい、はいはいはい、ということで来週は、来週は面白いんだよ、もう見て、甲冑を着て日本の城を巡るって、うん、あ、朝日さん、今日はね、甲冑着てないの、ちょっと甲冑着てないんだけど、甲冑着てないから、着てないから、ちょっと違うって、こっち側にいるってそう、まあ来週じゃ あ、 あ、 じゃあ来週のお楽しみか、うんうん、これね甲冑隊有志の皆さんだってじゃあ俺も出るの有志有志ね、そんな形で、まあ一応朝日さんがね、うん、パーソナリティやるかなっていう形で、うん、まあ一応そんな形でね、どんな話ができるかね、うん、私ねだから聞いたの、うんうん、甲冑着てね、うん、行くって言うからね、電車の中でも行くのって言ったら、いや車の中はね甲冑着てくって、うん、うん、で向こうへ出てね兜かぶってくって、うん、兜もね、うん、紙の兜ね、うん、そう、どうですか、新聞紙じゃないよ硬いね、5月5日じゃねえかそんな話だからどこまでどこへ行ってどういうふうにしたかっていうのはね、ちょっと聞いてみたいなと思う、ね、うん、真っ白からわざわざ行くっていうから、うん、この間ね、うん、沖縄行っちゃったからね、うん、いい ね、 ね、沖縄ね、うん、だから飛行機のところに乗ってきたんかやって、そういう話も聞きたいね、沖縄で飛行機乗ったらさ、うん、逮捕されちゃう逮捕されちゃう、逮捕されちゃうね、そんな話も聞ければいいね、はい、と思う、逮捕された話も聞けるから、まあ無理だな、はい、まあそんな形でね、甲冑隊の皆さん、はいはい、集まっていただくっていう形で、ね、楽しみですね、来週ね、面白いと思いますよ、はい、じゃあ、うん、私も甲冑して、うん、甲冑着てね、うん、出ようかと思ってますんでね、うん、そんな形で、はい、じゃあ来週楽しみ、はい、よろしくお願いします、はい、それでは来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに、はい、お願いします。しゃべくり祭りをまた見てね。